はい、ディビオン2続きやっていきたいと思います。この直前にキャピトルヒルのねノーマルでサクッとねレジェンダリーエクゾチック素材を入手してまいりました。なんでルーズベルトとあとタイダルベースンキャピトルヒルの素材を入手したんで、あとはねユニオンアリーナだっけ、今回はまた再び、チャレンジ、難易度チャレンジに戻してるんで、何が入手できるかな？アサルトライフルか。最近ライフルばっか使ってんだけど、アサルトライフルを取りに行こうかな？よし、じゃあ今回は、ここのコントロールポイント、プラ3をね、やっていきたいと思います。じゃあまずここから行こうか。はい、結局歩きで徒歩で来ております。ファストトラベルする場所がなくてね。で、シーズンレベルが35になったんで、これを入手しました。じゃん。コヨーテマスク。よくわかんないけどね。で、ここに、つけたばっかりに、ストライカーのセット効果を上げるために、バックパックをね、ストライカーに変更したんでね。そんな感じ。まあ、やっていきましょう。手応えとしては、まあ、安定したのかな？よくわかんないけどね。おい、じゃあま、やっていきましょうか。早速なんか始まってるな。でもさ、輸送部隊ってかやったらプライオンになっちゃうんじゃない？ちょっと落としからやっちゃうか、これは。なんか落ちたぞ。もう呼んじゃう。お願いします。行こう。早くあれをこいつらやらないと。向こうだろ。よし、行こう。早速アサルトライフル。おいおいおい、おっと、なんか来た。おほほ、さすがチャレンジ。これはちょっと耐えないといかんな。お、来てくれた。一歩前行くか。ちょっと回復しとくか。おっと、いたね。若干隠れてて当たらない。オッケーオッケー。ちょっとこれでハイブで稼いで回復できてなかった。怖い怖い。うわ、ちょっと8ハイブ。え、こっちからも寄ってきてる。合流した方がいいな。オッケーオッケー。オッケーオッケー。よいっと。エリートじゃないからな。
こっちからも来たぞ。弾切れだ。分かった。おっと、パーチ配布回収して登ってっちゃおう。ほいっと、どっから来る。あ、うわ、やばい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 ぞ。ちょっと逃げよう逃げよう逃げよう。おお、逃げれんかったー。来てくれましたリーダー。やばくね。オッケー、オッケー。あと、オッケー、行こう。これ当たってねえだろ。角度悪いな。え、なんであの手を抜く。 OKOK、 あと防衛線か。さて守ろう。いやキャピトルヒル行ってきたからいっぱい溜まってるからね。使ったろ。おおおお、いや、ターゲット、いやー、ターゲットが映ってるだけで本当に楽だわ。ヘッドショットを狙ってない。お、いいね。オッケーオッケー。で、この辺扉開いて急に来るのはやめてよ。行こう、合流しよう。ちょっと見にくい。オッケー。オッケー。あちらからかな。よし、こおいでー。おおおお、落ちちゃったー。弱点を検出。これか。やばいやばいやばい。やっちゃったー。エージェント行動不能。リーダー、ちょっと止血しとこう。ああ、はい、戻ってきたけどなんかちょっと絡まれたよ。こう、おーいえ、ふい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 。で、あのさっきのヤバいリーダーは、リロードしよう。
くりした。あの影に隠れる。回収。近づく前に死んでくれ。あ、殺したね。オッケーオッケー、ゴー、オッケー。弱点を発見。オーイエー、アサルトライフル。よっしゃ、終わったー。一回死んじゃったけどね。まず回収して。備品室へのアクセス解除。うん、まあ、いただきましょう。うん、報酬としてはアサルトライフルが1本もら、確定はしてるんだけど。ペン弾補充して、え、よし、さていただきましょう。フェンリスいいね。最近ちょっとフェンリスはご無沙汰してるからな。じゃあ大箱オープン。ギラガードとこれか。お、結構いい感じでね。アーマーダメージで、アサルトライフルダメージを、12% で結構いいし、タレントを変更すれば、なんか速攻なんか使えそうな気がするぞ。はい、じゃあ次行きましょう。じゃあ次はここに行こうか。まあ近くに行くまでカットしますね。やっぱ、もう絡まれまくりですわ。だけどこのエリアはアサルトライフル入手できるから、結構いい感じよね。よっしゃ、行きましょう。やっていきましょう。あそこだな。合流しようぜ。早速いっぱい来たぞ。おほう。おいえ。え、こっち側からも声聞こえるぞ。ああ、ここだもんな。ここきついよね。いろんなとこから攻めてくるから。うわ、いっぱい来たぞ。いっぱい来たぞ。見えないんだけど。下の。まあ、行こう。ツタはなんかトンネルの向こう側からさ、来たとき、来て攻め込んでたから、この中だもんな。だから向こうからぐるっと行った方がいいんだろうけど。こっからね。OK。ターゲットが散らばりすぎてる。オッケー。あっちからも帰ってきてるし。困ったぞ。おっと、びっくりした。入るないし。おい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 、リロード。オッケー。おおおお、
やっべ。エージェントダウン。どこがどこだか分かんなかった。そこにいんのか。よし、来た。助かった。復活したら、とりあえず正面のあいつを。うおほう。OK。うほほほほほ。熱いね。行こう。OK。これに伴ってこいつも壊れる？いやオッケー、行こう。オッケー、弱点を発見。おほほ、オッケーオッケー。燃えてるから中行けないし。オッケー。弱点を検出。お願い。急に後ろから来るからな。よく耐えてたな。オッケー。なあ、もうお願い。敵リーダーどっちから来る。ちょっとこっち構うわ。オッケー。どこ？やばい、53m。 危ない、動けない。やばい、いやおい、到着。行くぞ。ようやく皆さんも到着って感じ。味方に当たってダメっぽいな。OK。 あー、向こうからも気になるな。そこまで行っちゃおう。頭出すのも怖いわ。前に。おほう。やっべえぞ。ちょっと回復しとこう。何が起こるか分かんない。
おお、めっちゃ減ってる。お願い。破壊してやる。重武装の敵を検知。うわ、やばい。ちょっと下がろう。俺がやる。撃っちゃおう。オッケー、いっそ。こっからだっけ、防衛は。敵の増援を検知しました。よいしょ。裏から来んなよ。あわわわわわ、ダメだー。ちょうど角度がいいのかな。オッケー、みんなに使ってもらった方がいいわ。くそ、援護する。回復使っとこう。よし、来た。行っちゃうの？おいえ。怖い怖い怖い。おいえ。ん？その敵を検知。あいつね。と思ったらこっち側が来てるってやつじゃない？こいっと。わわわわ、びっくりした、いい感じいい感じいい感じ。あと1体そこ、これは いけるだろう。敵の放送を検知。いけない、いけない、いかん、これいかん。オッケー、中川か。おいえい、終わった終わった終わったぞー。いやー、なんだかんだ言いながらやっぱね、チャレンジはきついわ。お、カメレオン系揃ったってこと？何今のやつ。どっからカメレオン落ちたのかな？ちょっと待って。まあいいや、ちょっと、帰ってからの楽しみしとこう。でも取りこぼしも怖いから、まあ先に備品室に行って、行きましょう。おー、ペン。カメレオンってなんだろう。知らねえぞ。オンゴー。敵の放送を受信。ブラックマーケット。地味だな。はい。
大箱。おお。まあライフルもレンジャーか。オッケーオッケー。俺に任せろ。一応ちょっとこの周辺さ、ちょっと探してみよう。はい、まあと特に見つからなかったんでホワイトハウスに戻りますね。今日のところはこの辺にしとこうかな。あと CP もう一個あるけどね。それはまた後で録画外でやっていこうかな。今回はちょっとカメレオンっていうのも入手できたから、それがちょっと気になるぞ。もしかしたらなんかバラバラの素材だったから、ここで作るのかな？じゃん。ニーパ。ああ、ただ設計図が手に入ってただけかな。じゃあ、おい邪魔。なんか武器ちょっとチェックしていきましょう。カメレオン、あ、これだね。なんで入手できたかよくわかんないぞ。ドロップ？ヘッドショット30回決めると45秒間クリティカル率をプラ 20% 上昇し、なんかすごいんだけど、アサルトライフルか。DPS、ってかね、ダメージは落ちるんだけど、まあちょっと後で使ってみましょう。まあ他のやつもチェックしておこうか。うん、アサルト、アーマーダメ、これはさっきのやつだっけ？ファル。うん。おお、これちょっといいね。ダメージ結構上がるね。イグナイカー、カービン。ストレインド。なるほどな。LMG は処分して、ショットガンも処分して、これもいいか。オッケーオッケー。あと、ここと。モザンピークばっか出んな。はいはい。よし。じゃあ、装備の方をね、チェックしていきましょう。ここは、更新、することないと思うけどな。マックスマン、修復量、フェンディスもいいとして。オッケー。じゃあ、これ、うん、ライフルダメージプラ 10% のやつつけてんだけど、キネクティック？キネティックモーメンタム。へえ、いらないか。村上もいいか。スポッターがいいんだけどな。まあ今スポッターつけてますけどね。はい。ギラガード。なんか欲しいの見つけちゃったらもうキリがないから、もういらないと思ったらもういらない。パーフェクトウィキッド。ウィキッド。面白いな。うん、合計アーマー系だから、サードの方をやっていきたいと思うんだけど、サードはサードで自分で掘ってください、みたいなことを思ってます。オンゴー。まあ、これもちょっと入れとくか。セット装備は遅れるからね。セット装備もだけど、使ってもらってもいいかなと思う。一応、レベル30、ブーストでレベル30の感じになってるからね。オーバーロード。ニーパに、まあ、スキルがつかないからな。はい、まあ、そんな感じで今回はこんなとこだな。あとはもう、こっち行って分解だからね。あと、試し打ちも入手したアサルトでね、ダメージは低くても、使い勝手によっては、瞬発的に、使いやすいのかもしれないからね。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。